こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。久々にね、2人で新幹線乗ったね。そうね。ね。そうですね。車ばっかりの移動だったからな。でもあなたの実家の三重に行くときに、ね、ちょっと、まあ、節約じゃないんだけれどもさ、やっぱ2人で新幹線で移動してると結構バカになんないしね。うん、そうだな。あなたのお家は、まあ、ついて近鉄に乗って、名古屋から近鉄に乗って白金駅なんだけども、その駅からさ、徒歩圏内にあるわけではなくさ、さらにまた車で、あれ何分ぐらいだ、20分ぐらい。そうだね。駅から行かないといけないばっかりだから、どうあっても足がないと。そうだな。ね、お父さんが元気な頃はさ、うちらが着いたらこうお父さんが車で迎えに来てね、なんだったんだけども、今はもう迎えに来てくれる人もいないし、そうだよな。で、向こうでもいろいろ動くときにな、車がないとダメです。まあな、で、これでレンタカー借りてな、動いたけど。そうそうそう。新幹線で行って、駅前でレンタカーを借りて、で、いろんな用事を済ませて、って感じだね。そうだな。まあ、車の移動もね、楽しいんだよね。そうね。私的にはそのサービスエリアだったりとかさ、パーキングエリアを回れてさ、結構好きよ。面白い。な、富士山綺麗だったりさ。そう、なんともええな、景色が見えたりね。そう。夕日はすごかったもんな、前回行った時な。あれは絶対ご褒美だよね。一生懸命頑張って運転してる。な、まあ、そんなことも。あるけど、やっぱり体は楽だよな、新幹線の。いや、今回は一泊二日だからさ。そうだな。それはちょっときついよな。やっぱりさ、向こうでゆっくりするさ、三泊四日とかさ、四泊五日だったらさ、それ全然、あれさ。そうだよな。旅行して、休憩して、旅行して、みたいなもんだけどさ。で、一泊二日はやっぱりこう、無理よ、我々のこの年代では。そうだな。いくら交代で運転しますかって。車で移動するな。ちょっと厳しいかも。いや、でもさ、そういうのをさ、仕事にしてみるからな。俺本当思うよね、つくづくね、こう、そのトラックの運転手とかさ、ね、長距離ね、毎週に走ってるわけだからさ、そうだね、いや、大変だなっていうのは思うよ。高速バスの運転手さんとかね、そう長距離のね、そう確かにね、そうそう、だけどさ、まああれだな、車で走ってりゃさ、まあ、道路工事があってさ、あそこでこう、なんだあれ、交通規制、交通規制みたいなけどな、やってる人も、いるしさ、これもまた大変な仕事だよな。そう。いや、だからさ、まあ、働くっていうのはさ、これはね、大変なことよ。だけどさ、よく先代の中川会長おっしゃってたけどさ、働く、旗が楽になる、ね。そう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 。そうだよな。そのために私は今これをやってるんだって、そういう意識があるかないかでさ、やっぱそれは苦行にもなればさ、そう。ねえ、楽しいことにもなるしさ。そう。いや、だからさ、本当にね、まあ、そんな力みなくね、まあ人のために生きていくっていうの。ねえ、あんまり力んでると大変だからさ。だからさ、まあ、なんかやってることは人のためになってるっていうことでもあるけどな。結果としてね、なんか思ってる以上になんか喜んでくれてもびっくりみたいなね。そうだよな。それがなんか嬉しいっていうかさ。そう。だから、苦行じゃなくてさ、やっぱり自分も楽しくてさ、で、人も楽しんでくれるような。そうだね。ね。あるいは人が、先や、だいたい人が楽しんでくれると思ってると、自分も楽しくなってくるっていうこともあるしな。そうね。そう。だからね、やっぱりね、やっぱあれだよ。しんどさの一つにはね、まず一つはね、なんか、何でも人のせいにする人っていうのはね、しんどいよな。そうだね。なんかあるとさ、もう全部人のせいにしてしまっちゅうのもな。それから、あと、必要以上に見返りを求めたりな。私こんなにやってんのに、私ばっかりとかさ。そういうふうな、こう、思考パターンっていうのはさ、やっぱりこう、ストレスが、必ず隙間取ってくるな。やっぱりね、なんだろう、発想の転換ってよく言うけどさ、なかなかできないものなのよ。そういう考え方でずっと来てるわけだからさ。何かのこと、何かがあった時にガーンとさ、それこそ、昔言うとリフターズのあれじゃないけどさ、タライが上から落ちてきてさ、自分の頭が直撃してさ、ガーンとして、これじゃあまずいって変えようとするわけでしょ。でもどっかにさ、こう、変えたくないって自分がいたりする葛藤があるんだけど、なんて言うんだろうな、やっぱりね、やっぱり思う。自分が被害者だと思ってると幸せになれない。なれないよな。私、やっぱりつくづくその若い時にね、新規校に出会うきっかけは交通事故だったんだけど、本当に
私は被害者なのよ、うん、この世的に言うと、うん、そうそうそう、うん、だって青信号なんだもん、うん、だって青信号で走ってて、うん、赤信号で突っ込んでくるのが絶対悪いじゃん、うん、そうだよな、うん、でもこれが面白いことに交差点の中っていうのは100ゼロにならないわけ、うん、そうだよな、注意する義務があるんだよ、うん、交差点の中は、うん、そうで、そこがやっぱりまず一つだね、こう理不尽、うん、私は青だった、うん、だって青信号だけど注意しなさいったらさ、もう全てみんな注意してったらさ、交通が麻痺するわけ、うんうん、でしょ、信号に差し掛かって、うん、青だけど来るかもしれないから、うん、どうしよう減速しようとかったらさ、あっちこっちで渋滞するよ、うん、だ当然みんなは赤信号で止まるものだっていう大前提のもと運転してるから車社会で成り立つわけでしょ、うんうん、そうだよな、でもダメなんだよ、100ゼロじゃないんだよ、そうなんだよね、それがやっぱ私にとってはもう何とも言えないこう、そう、私は被害者だっていう、不条理というかな、うん、ああそうだよな、だからそれはもう当然あるんだけど、だけどもさ、やっぱりそういう中でさ、うん、あのそういうこうなんか大変なことをして気づく場合がある、うんうん、一つにはな、そういったあなたもそうだったけど事故になってさ、うん、苦しい思いをしてそれからハッと思うこともあるけれど、うん、やっぱりさよく見るとね、周りにそういう人たちがいるわけ、その、うんうんうん、あの損得できてないっていうかさ、まあある意味お人お人としてよね、言ってみる、まさしくイルカだっているか、無条件の愛だって、そうそう、とか思うじゃん、うん、そんなことまでしてくれるのって、うん、あるじゃん、そういうのがさ、まあ、ちょっとふっと思うだけでも何もいるわけよ、俺らの周りにさ、うん、ね、で、からやっぱり社会的にこの世的にはさ、うん、なんかちょっと正直者ばかり見るじゃないけど、うん、そういう目にあったりしてるんだけど、うん、そんなことを意に介さずさ、うん、な、うん、もうとにかく意識せずに、そんなに人のためにやってるって思ってないんだから本人たちは、うん、な、うん、もう無意識にさ、うん、人が喜ぶことを一生懸命やってるわけよ、うん、な、ね、うん、だから今日は忙しいからやめとこうじゃなくてスッと動いてるっていうね、うん、そういう人たちがさ、うん、いるわけじゃん、うん、でそういうのをこう見せられてさ、うん、ね、さあどう感じるかっていうことよな、うんうん、だからそういう人が周りにいるのにさ、しめしめしめって私たちがずるいことばっかりやってるわさ、うん、それはとんでもないわけでさ、そうだ、そういう人たちを利用しようと思ったら多分利用できると思うよ、そうだ ね、でもそう思うんじゃなくって、やっぱりそういういい面っていうのをさ、うん、今度は自分もやっぱり見習っていかないとさ、そうね、うん、思うもやっぱ素敵な人がそばにいたらさ、うん、あ、私もあんな風になりたいなとかさ、うん、あんな人になりたいなって、でもなって思うわけさ、そうそう、うんうん、だからさ、子供たちもさ、うん、やっぱりね、素敵な大人、正直な大人にね、うん、会ってさ、うん、心地よくなってさ、やっぱり自分もそうなろうって思わないとさ、うん、なんか今嘘ばっかり横行してる社会じゃん、で嘘つきいことばっかりね、そうで、ずるいことやったやつがまあ儲けたりとかさ、偉くなってる、ね、そういう風になってる社会じゃんね、うん、やっぱりだからね、子供たちにもそういう風にさせようなんてことじゃなくて、本当にね、そうじゃないよって、本当に大事なことは何なのかっていうことをさ、やっぱりね、見直してくれたからな、いや本当そう、だってさ、都合悪くなったらさ、全部シュレッダーにかけちゃうような人がさでしょ、そう、それがなんか国のトップで上り詰めてるわけだから、知りませんなんて言ってたからな、いやでももしかしたら本当に知らないかもしれない、うん、それは分かんない、トップの人は、うん、周りがやってるだけで、そうそうそう、周りがみんな何だろう、うん、ね、忖度か、うん、で お膳立てして、その可能性もあるからな、いや知らない知らないないって言ってまして、もしかしたらそういう図なのかもしれないけどさ、うん、そう、だけどさ、それじゃあ、それはまずいよ、そうそう、それじゃあやっぱりそれだったら気に調べないとさ、そうだね、な、ああ、それで知らないで済まさないでさ、うん、というふうなこともさ、すごい大事だと思うよね、うん、だからずるいこと、せこいこと、うん、ね、そういうことをこの世では通用するかもしれない、ある程度は、いや、でもだんだんあれ2020年は強しなくなるでしょ、そういうの強しなくなる、な、うん、昨日もちょっとサロンでお客さんにね、お話ししてて、うん、ってみんなで、ってか思ってたんだけどさ、うん、やっぱりまあ土星のね、ヤギ座の時代、うん、ね、ヤギ座が、うん、木星がヤギ座に入りましてですね、うん、やっぱりね、こう社会性であったりとか、うん、それがすごくクローズアップされる年になるんですよ、うん、来年っていうのは、うん、だから社会にどれだけそれ自分がやったことか、うん、評価じゃないけど、どれだけやったことが役に立つかとか、うんうん、あとはその社会のルールであったりとか、うん、そういったものをしっかりきちんと守る、コツコツ努力するとかっていう、そういう人たちがね、花を開くんですよ。あ、なるほど。逆に言うと、それから外れた人はどん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 、うん、だからもう実はもう木星が動いてるんで、うん、もうそれは先取りでいろいろ出ていて、うん、それがやっぱりある意味なんとかを見る会のね、うん、ああいうことだったりとか、うん、実は出てきてるんだけどね。そうだな、いろんな、うん、芸能人のな、そうこともあるしな、そう、うん、まあ、なんだよ、薬をやってさ、
今までバレないと思ってたのがなんかどんどん捕まったりとかあるじゃん、その不倫が暴かれたりとかってさ、そういうのはやっぱり社会というものに反することはそうやってねどん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 ね淘汰されていく時代なの。逆もあるんだよな、うん、だからな M1 の魅力ボーイだったっけじゃないけどさ、うん、なあの本当にコツコツやってきた連中にさ、うん、パッと光が当たるような、それはおっしゃる通り、そうだよな、だから、うん、そういうことでやっぱり自分がやってきたことがきちんと返ってくるっていうかさ、そう特に来 年,、うん、来年2020のそういう時代だからさ、そうだな、やっぱり正直に生きていかないとなと、ね、それがいいよ、だからまあね、無視の愛、あのあれはね、目指すはね、目先の損得じゃなくてね、そうですね、うん、それはまあ無視の愛で生きることは不可能だけど、うん、だけどもそこに限りなく近づくことはできますという ね、あの名言、そうです ね、うん、これ目指さないとな、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。